ずお祭りでもやってるみてえに人でいっぱいだな。前に来た時よりもずっと賑わっているような気がしますね。確か国の商売のやり方を変えたり、外からいろんな食のやつを呼んだりしてたよな。これってその改革の結果がちゃんと出続けてるってことだよな。さすがですね、アグロバルさん。プレゼント喜んでくれるといいですね。全然珍しいものでも高級なものでもない手作りのお菓子ですけど。何言ってんだ、オイラたちからの贈り物だぜ。しかも手作りだ、絶対に喜んでくれるって。そうですよね、きっと喜んでくれますよね。ねえ、あれ手に入れられた？ダメ、どこも全滅。やっぱりもう一つも残っていないみたい。そっか、もう国の外へ行くしかないのかな。みんな考えることは同じよ、隣国にも残ってないって話よ。そんな、このままだとどうしましょう。あの人たちだけじゃないみたいです。どうしたんでしょう。おい、何してんだ、早く行こうぜ。待ってください、 B さん。遠路はるばるよくぞ参った。皆の者、変わりはないか。お久しぶりです。久方ぶりの再会だというのに、随分とつれない反応ではないか。照れ隠しっていうか、そのびっくりしたというか。その通りだ。すべてウェールズの民からの貢ぎ物だ。バレンタインのな。何を驚くことがある。我に民衆からの貢ぎ物が届くことなど珍しくもなかろう。それはそうだけどよ、ちょっと量が多すぎるんじゃねえか。そうか、これでもまだ一部に過ぎないのだが。これで一部？じゃあもっともっともっとチョコをもらってるってことか。老若男女問わずにウェールズの民から送られてくるからな。さすがアグロバルさん、人気者なんですね。でもバレンタイン当日はまだだよな。それなのにこんな数をもらってるのか。今年から我への貢ぎ物はなるべくバレンタインの当日以外にと民に要求したためだな。どうしてですか？よく気がついた。褒めて使わそう、団長。去年や一昨年も大量の貢ぎ物が届いたのだ。それっていいことじゃねえのか。確かに貢ぎ物の数が多いということは、すなわち民の忠誠心が高いということ。強き国を目指すためには君主を敬う民が必要不可欠。この結果は喜ばしいことなのだが、少しばかり熱心な忠誠があだとなったのだ。想像してみろ、この数を超える貢ぎ物を渡そうと城下へ殺到する民の姿を。それだけの民が集まれば混乱が起きてしまうことはたやすく想像できるであろう。
なるほど。確かに大変なことになりそうですね。それだけにはとどまらん。毎年ウェールズの配送業にも問題が生じていたのだ。バレンタイン当日、我に宛てた配送が大幅に増え、結果他の配送に遅延が発生。その他にも多くの問題が起きてしまっていた。貢ぎ物で国全体が大騒ぎになるだなんて、オイラ初めて聞いたぜ。人気者も大変だな。それで当日以外に送るようにみんなにお願いしたってわけか。そうだ。だが問題というのは、一つ潰してもまた一つすぐに発生してしまうものだ。何かあったんですか？ああ、とんでもないことが起きた。とんでもないこと？現在、我がウェールズは、ごっくり、深刻なチョコ不足に悩まされている。チョコ不足？なんだそりゃ。去年は国の混乱を避けるためにあえて我に貢ぎ物を送らぬという選択をした民もいたのだが、今年は我が施策のおかげか、遠慮なく我に貢ぐ民も少なくはないようだな。例年に比べ貢ぎ物の数は大幅に増えた。結果ウェールズのチョコの供給が追いつかず、どこへ行っても購入できなくなってしまったのだ。それにこの問題はウェールズだけでなく隣国にも及んでいると聞く。ウェールズでは手に入らぬなら他で買えばよいと民たちがこぞって買いに行ったためだな。ねえ、あれ手に入れられた？ダメ、どこも全滅。やっぱりもう一つも残っていないみたい。そっか、あの人たちチョコが買えなくて困っていたんですね。でもよ、お騒ぎするほどの問題か？何を言っておるのだ。バレンタインというのは決して我が主役の祭事ではない。民たちには我以外にもチョコを贈るべき思い人がいるはずであろう。このままでは民たちが年に一度の祭事を満足に楽しむことができなくなる。それだけは避けねばなるまい。でもどうするんだ？他の国から仕入れるってのも難しいんだろう？他国から購入せずともチョコの供給を増やせばよい。ゆえに我はこれよりチョコレートへ足を運び、原料を回収しに行く。アグラバルさんがですか？当然だ。他に誰が行く？これは国の大きな問題だ。君主がふんぞり返っているわけにもいくまい。民が担ぐ神輿に乗るだけのお飾りの王とは我は決して違う。君主自らが率先して行動を示す。それが強き国には必要不可欠。なるほどな。なんだかんだやっぱ国民のことを大事にしてるんだな。よかったら私たちにも手伝わせてください。他国の問題に自ら首を突っ込むとは相変わらずだな。まあ良い、
お前たちの好きにするとよい。はい、頑張っちゃいます。だが先ほどの見当違いな言葉は訂正せざるを得ないな。え？我は決して民衆のために動くわけではない。こたびの行動もウェールズを強国にするために過ぎん。我自ら動くことで国民の士気を上げ、国力をさらに増強するのが狙いなのだ。勘違いをするでないぞ。いいそっか。絶対国民のためだよな。はい、絶対そうです。してお前たちはなぜウェールズに来たのだ。はるばる来たということは我に要件があったのだろう。話してみろ。そのん？ならばよい。なんだ、どこにもモンスターがいねえじゃねえか。おかしいですね。前に来た時はもっといっぱいモンスターさんがいたのに。おそらく原因はあれだな。あれ？ぜー、何度言ったら分かるんだよ。ここは俺の狩り場だ。誰がそんなことを決めた。勝手なことを言って占領するな。てめえも占領しようとしてんじゃねえか。しょうがねえな、実力行使だ。先ほどから獲物を振り回して何を今さら。ああ、二人ともいい加減にしてくれよ。戦うべき相手が違うだろう。ほら見ろ、二人が騒ぐからどんどん獲物が逃げていくじゃないか。あんだけドンパチしてりゃみんな逃げちまうよな。ふん、おい貴様。はい。この島は領有を主張する者や国のない無人地帯ではなかったか。おっしゃる通りです。ここはショコラティエや気空士たちがみんな譲り合って狩りをする場なのに。俺の狩り場だ、出て行け。私の狩り場だと言っているだろう。出て行くのは君だ。ずっとあの様子で放っておこうにもあれだけ騒がれたら。狩りもままならぬな。致し方あるまい。貴様ら手を止めろ。この地は誰のものでもない。お互いに譲り合うべきであろう。はあ、譲り合って使えだ。断る。ここは俺の狩り場だ。俺のチョコを最高にするためにこの狩り場は独占させてもらう。誰だか知らねえが文句があるならてめえらから実力行使してやるよ。うわあ、こっちに来ますよ。くだらん。大方逆上して冷静な判断が下せないのだろう。気が進まぬが致し方あるまい。我が冰剣で冷ましてくれよ。我に続け、団長。いてつくがよい。阿行の邪魔はさせん。
どけ。どうだ、頭は程よく冷えたか。俺は諦めねえぞ。何としてでもこの狩り場を。私だってそうだ。あんたらまだそんなこと言って。どうしましょう。争うのはやめてくれましたけど、この様子だと回復したらすぐにまた喧嘩しそうだな。そう情けない声を出すな。我が解決してみせよう。何か考えがあるのか。今しがた思いついた。我ながら妙案であるぞ。これよりこの地チョコレートを我が領地とする。はあ、異論はあるまいな。ありまくりだ。意味がわからねえ。何を勝手なことを。さてはあなたもこの地を独占するつもりだったのだろう。安心するといい。独占などというつまらぬ思考は持ち合わせておらんわ。ですが領地と、というかそもそもあなたは一体。我こそはウェールズを治める現君主、教皇アグロバルである。ウェールズ、どこで聞いたことあるような。確か自由取引市場がある経済が発展した国だったか。ほう、この地にまで我がウェールズの名が知れ渡っているとは喜ばしい。国を治める君主様だったんですね。ふふん、そうだぜ。こいつはすげえやつなんだぜ。君主様だかなんだかよくわからねえがよ。独占しねえのにここを領地にするってのは一体全体どういうことなんだ。簡単なことだ。この地は我が責任を持って管理し、自由に狩猟が行える島とする。独占行為は全面的に禁止である。それ以外は全てこれまで通りだ。生じた利益などは全て狩猟者当人に還元することを約束しよう。独占などの問題が起きた時のみ我がウェールズが責任を持って対処する。つまり面倒事だけ引き受けると。ますます分からねえな。そんなことしたってあんたに何の利益もねえだろ。利益ならある。この場の争いが収まるではないか。我らも静かに狩猟ができる。それはそうだけどいいのか。国で管理するってことだろ。そんな簡単に決めちまって。一向に構わん。独占の問題が発生したのはこの地を管理する者がいないためであろう。今後もウェールズはこの地を利用させてもらう。あくまでこれはそのついでに過ぎん。後に領有を主張する者が現れた場合は厳正に対処しよう。決してウェールズが一方的に利益を得る行為は行わん。独占の旨味は欠けるだろうが、誰もが安心して平等に狩猟をできることを約束しよう。さて皆の者、どうであろうか。確かに独占の旨味は欠けるが、人と勝ち合うたび争ってちゃ狩りもまともにできねえもんな。公平に狩れればそれでいいか。それにこれほどのお方が約束するとおっしゃってくれたからには無下にはできないな。ようやくチョコを集められそうだ。
ありがとうございます、アグロバル様。気にするでない。貴様らも我の急な提案をよくぞ受け入れてくれた。よかった、急なことだったのにすぐに解決できちゃうなんて、さすがアグロバルさんです。なんだかオイラまで鼻が高いぜ。集めたけどまだまだ足りねえよな。そうですね、ウェールズの人たちみんなに行き渡るよう、いっぱい集めましょう。我がウェールズのために自ら進んで働くとは殊勝な心がけだ。団長の忠義は輝かしく素晴らしいな。戦いの腕も相当なものだ。どうだ、お前さえよければ今後もウェールズのために。お前は我が弟の大切な家臣であろう。よもやパーシバルに誓った忠誠はその程度であったのか。なんだよ、誘ってきたのはそっちの方だろ。確かに我にも非があるな。すまない、失言であった。弱いことを口走ってしまうほどお前は惜しい人材なのだ。しかしパーシバルがウェールズに帰ってくれば晴れてお前たちも我が国のために働く忠実なる自信となるわけだな。そうなればウェールズはさらに強大な国となる。その時が楽しみであるな。アグロバルさん、いつも国のことをちゃんと考えているんですね。君主として当然である。手を止めてしまったな。引き続きチョコを集めようぞ。いや待て、一つだけ気がかりなことを思い出した。ん？気がかり？お前たちがウェールズに来た理由、今一度尋ねてもよいか。なあ、今からでも渡した方がいいんじゃねえか。そうですよね。じゃないとどんどん渡しづらくなるというか。でも、よい、無理に語る必要もあるまい。確か我の顔を見たいと言っていたが、理由としては十分であるな。この話は終わりにするとしよう。さあウェールズのため存分に腕を振るおうぞ。おっと、くれぐれも借り尽くさぬよう、そこだけは最善の注意を払わねばな。まさかアグロバル様自らチョコを集めてくれるとは。ありがとうございます、これであの人にチョコを。国のため君主が動くのは当然のことであるぞ。それと元を正せば我が原因で起きた問題であろう。我が解決せずして誰が解決しようものか。アグロバル様、さあ存分にバレンタインを楽しむといい。その権利は皆にある。本当にありがとうございます、アグロバル様
様がこの国を治めてくださって これでチョコ不足も解決ですね。そうであるな。この問題は解決だ。その言い方だと他に問題があるみてえじゃねえか。ふん、そう言っておるのだ。大きな問題が一つ残っている。え、それって帰るぞ。話はそれからにしよう。さあ皆の者、我についてまいれ。はい。え、なんで鍵をかけたんだ逃さぬために決まっておろう。逃さぬって。こたびはご苦労であった。褒美をやろうと言いたいところだが、お前たちに必要なのは仕置きなのかもしれぬな。仕置き？お仕置きされるのか。オイラたち何も悪いことしてねえのに。いいや、我を欺いた。というより隠し事をしているのであろう。何をコソコソしていると思えば、よもや貢ぎ物を隠していたとはな。あれ、いつの間に。狩りをしている最中、ずっと上の空であったからな。警戒がおろそかになっていたぞ。鍛錬不足だな、団長。お前たちはこれを貢ぐために会いに来たのだろう。はい。我が心外なのは、我の底を勝手に測られ、勝手に決めつけられたことだ。すまねえけど、こいつもルリアもそんなつもりじゃなくてよ。渡せぬ理由はおよそ察しておるわ。我はそこまで小さき男ではないぞ。何を隠す必要があろうか。貢ぎ物の価値に優劣などない。大切なのは思い。我が弟の傍らに使えるお前たちならわかるであろう。アグロバルさん、お前たちの思い、我が無駄にするわけがあるまい。この貢ぎ物、ありがたくいただくぞ。おかしなやつだ。礼を言うのは我の方であろう。大切に頂戴する、団長。ふい、ちゃんともらってくれてよかったぜ。やっぱりアグロバルさん、とっても優しいです。勘違いするでないわ。強き国の君主たるもの、民衆や家臣の行為を決して無下にはできん。ただそれだけだ。はい、そっか。さて、それでは仕置きの続きといこうか。許してくれたんじゃねえのか。それとこれとは別である。悪気はないとはいえ、我を欺いたのだ。罰として明日までの全ての時間を我に捧げよう。ウェールズ名産の果実を絞った飲料に、とっておきの地層も用意してやる。盛大に宴を開こうではないか。はい。なんだ、全然仕置きじゃねえじゃん。
むしろご褒美ですね。いっぱい楽しんじゃいましょう。漆黒の翼が誠の闇を教えてくれん。畳みかける。行くよマーちゃん。一緒。これでどうなるかしら。理想の礎となれ。魂まで凍らせよう。すがすがしい気分だね。邪魔をしないでくれるかな。今年最初の頑張りどころだよ。行くぞ。そこだ。教会に沈み報いを受けよ。ゲフリーレンベルト。逃がせ。どうかな。さあ我と共に落ちよ。今が攻め時よ。愉快だ。理想の礎となれ。魂まで凍らせよ。僕は止まれない。どうか。ゲフリーレンベルト。リビアルフラッツ。ライデンのエラディケート。さあ覚悟するんだ。ドキドキするわね。エターナルペイン。いてつく。逃がす。どうかな。我が道を阻む我と共に落ちよ。行こうみんな。いてつく。それどうかな。どうかな。表像にしてくれる。僕は止まれない。どうかな。ゲフリーレンベルト。リビアルフラッツ。ライデンのエラディケート。さあ覚悟するんだ。ドキドキする。行くぞ。魂まで凍らせよ。たそこだ。エターナルペイン。いてつく。なそれ。試してやれ。己を知らぬ愚者のリーフォールソード。理想の礎となれ。はっはっはっ。このハッフ。やったわね。ハルトなら新世界。今年もいい調子みたいだ。